はいどうも K です。今回は前回の続きということで、向こうが丘方面の旅行第2弾、やっていきましょう。ここは向こうが丘から一駅行ったところの旅館です。詳しくは前回の動画を見てほしいです。てなわけで朝ごはんとか食べてきました。てなわけでここから、石神山を登っていこうと思います。てなわけで準備も終わったので、石神湯本駅まで来ました。ここから石神登山線に乗っていきます。そこの途中駅に温泉があるので行ってみましょう。あれ？はいてことで、ワンマンの青戸口駅に乗車、山を下る便ですが、途中の湯の中で降りたいと思います。石神登山線、全線単線で機動車で運行されています。単線のため、2編成で運行されています。ここで上湯本信号場を通過、運転停車しましたが、すぐに戻ります。おお、溶岩だ。まだまだ標高は低いのにすごいですね。ここら辺からさらに道が険しくなっていきます。ジェットコースターかな。さてそろそろ山の中腹あたりまで来ます。柵もない橋を通過したら、そろそろ線路の土台が竹に変わる頃、湯の中温泉の真上を通過。ここで路線は分かれます。青戸口方面なのでここまで登った後、山を下ります。てなわけで湯の中に到着。ここで風呂に入っていこうかなと思います。石のトンネルを歩いていけば、見えてきました。ほい、風呂です。せっかくなので露天風呂に入っていきましょうかね。おお、山の中にこっそり、佇んでいるような感じですね。うん、湯加減はいい感じ。この階段を下れば露天風呂が出てきます。おお、寒そう。ふう、さっきよりかは暑めですね。いえ、は、着替えも終わったので山の山頂まで行こうかな。このベッド狭そうですね。寝れるのかな。今度は山頂まで登るので階段を登っています。ここから山頂の方まで登っていきます。詐欺田道の橋を渡っていきます。これもこれでいいですね。ここから山肌を縫うように走っていきます。おお、さっき通ったところが、桜島電鉄の駅はまだ完成していません。催促しておくか。てことで湯の城信号場に到着。結構山を登ってきましたね。ここから急勾配の連続です。よう人がいたらすみません。それほど勾配がきつきつです。ふう、もう少しで登り切ることができそうですね。結構時間かかりましたね。てことで石神山上に到着。まだまだ簡素な駅です。てなわけでここから登山。意外と長い山を登っていきます。断崖絶壁ですね。踊り場だ。休憩なしで突っ込みますよ。例の登山鉄道のおかげでだいぶ距離が短くなりましたが、それでも足腰の負担は辛いです。そろそろ到着かな？まだでしたわ。しかしここから道は狭くなります。雲がかなーり近いですね。やっと頂上ですね。まあなんとか頂上ですね。そしてまたもやここで切らせてもらおうかなっと。ごめんなさいね。続きは次回で。じゃあね。